はい、おはようございます。ワケありダイエットウォーク、まこねーです。今日はちょっと雨降ってますね雨の音聞こえるかな、パタ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 って。ちょっと風も強いね。もしかしたら途中でまた一時中断なんてこともあるかもしれないけど、今日はですね、そう、ユミキャストの中では触れたことあるんだけど、今日はぬいぐるみを触れてきましたすごいブサイクなね、キモいというか、ブサイクというか、ブサカバみたいな感じの、ぬいぐるみで、クマちゃんなのか、猫ちゃんなのか、クマにも見えるけど、猫ちゃんにも見えるみたいな、そういう感じの子なのよ。で、その子は、まあ、これ、今、これから行くね、いつも行ってる、職場の、いつも、ここで辞めますって言ってる時に、話してるあたりの、あたりにね、捨ててあったというか、置いてあったんだよ。どれくらい前だか、2年ぐらい前だと思うんだよな。そう。それは、まあ、すごい天気のいい日、仕事帰ろうと思って、トコトコって自転車乗ってた、今は歩いてるけど、自転車乗ってた時に、そう、路肩というか、道路の脇っていうかな、に、ちょこんと置いてあったの。だから多分ね、そこと置いてあったから、多分、誰かが拾って、その脇に置いて、で、まあね、どっかの女の子が、ちっちゃい子だと思うんだよね。そう。大人がね、喜びそうなぬいぐるみじゃないんだよ。そうそうそう。ほんとさ、ほんと、小学生上がる前のさ、幼稚園の子みたいな子が、ちっちゃい子が、なんか自分のさ、お子さん、子供みたいな感じで、なんか、かゆがってるような、そんなね、感じのね、ぬいぐるみなのよ。そう。大人がさ、持ってて可愛いと思うのはさ、ちょっとクオリティも高いじゃない。そうじゃなくて、ほんとね、こんなところになぜ縫い目があるかっていうぐらいね、超不細工な顔でさ。そう、残念な顔つきなんだけど、うん。どんな顔か興味ある人は、私の、M キャストの、サムネどっか探すと、多分、1、2週間ぐらい前のどっかで、使ってるから、探してみてください。興味ある人はね。で、まあ、このぬいぐるみがね、あって、ぬいぐるみが置いてあると思ったんだけど、私もさ、誰かが拾いに来るんじゃないかなと思って、まあ、しばらくほっといたのよ。3日、4日ぐらい。でも、誰も取り来なかったから、その間ね、雨も降らずずっと天気良かったからさ、まあ、朝も夜もね、深夜もずっと一人ぼっちで、ずっと、ぬいぐるみは、このぬいぐるみは、ずっと一人ぼっちじゃ寂しいだろうなと思って、そのままね、私が連れて帰ってきたんだよ。そう。で、その後、ずっと、私の部屋に置きっぱなしで、置きっぱなしで、今は、兄弟のさ、上に置いてるの。そう。でも今日さ、兄弟を揺らしたわけじゃないのに、ポロってさ、折ってきて、この子はあんまりさ、なんか霊的なものを、なんか発しないっていうか、そういうのをさ、伝えてこない子だから、なんか今日は特別なんかあるかなとか思って、まあね、まあ私がね、行く途中に事故に遭ったとかだったら、まあ私のことだったらね、まあともかく、まあ一緒に働いてる人がね、事故に遭ったとか、急に具合悪くなったとか、まあ何分私より年上の先輩たちばかだから、そういうことが起こったらね、ちょっと嫌だなと思って、そう、なんとなく今日はその子をね、背中に背負って、連れて出勤してます。まあお守りみたいな感じ。うん。で、まあ、今日は、霊的な話をちょっとしようかな、なんて思ってます。そもそも、霊的なものがいるとかいないとかっていう話じゃない。もう、いる前提。うん。いる前提。そこに、いるとかいないとかっていう風な議論は、もういらない。バカバカしい。そう。
うん。まあ、どうしてかというと、そう、当然いるからというか、そんなに驚くようなものでは全然ない。うん。神秘的なものでもない。そう、そういうものを俺は見たことないから、私は見たことないから信じないという人たちは、チャンネルの合わせ方を知らないだけ。そう、チャンネルの合わせ方を知らないだけだし、そう、見たものしか信じないって人は、まあ、そもそも私と合わないよね。うん、私のストリートフォトグラフィーは自分が見てるものを信じてないところから始まってるからさ、私が見てるものは本当に真実なのかっていう疑いから始まってるから、私のストリートフォトグラフィーはの疑ってる世界をカメラの目で、そう、真実カメラの目で捉えるということをが原点だから、まあそもそも目に見えてるものを私は信じてない。そう、逆に目に見えないものの方がよほどなんか信じれるというか感じれるというふうに私はずっと思ってるし、まあ、私もね、私はものすごく霊感が強い方じゃないんだけど、そう、そのね、季節とかタイミングとか、その私の周りにね、霊感が強い人がいるかどうかとかさ、いろんな条件が合うと、まあ、時たまね、霊的なものをガンガンキャッチする時期があるのよね。そう。まあ、ここ最近はそんなことなくて、そうね、そんなにものすごく感じたりっていうことはないかな。まあ、部屋にね、私のご先祖様とか、ご縁のある方とかが、私の様子を見に来たりとかさ、と、玄関の前にいらっしゃるとか、まあ、それくらいのことは、まあ、感じたりとか、何か話してるよねっていうのが、分かったりとか、あとは、私は動物霊っていうかな、なんか猫ちゃんもワンちゃんも好きだからさ、まあ飼えないしね。アパート飼えないから、まあ猫ちゃんとかのね、まだ亡くなったばっかりの猫ちゃんとかさ、そう、やっぱり、まだ魂が、人間界にいることか、ついつい引き寄せて、部屋に連れてきて、で、連れてくるなんてことも、まあ、稀にある。今はいないけどね、そう。前は3匹ぐらい猫さんが、そう、私が寝てるときにうろうろしてたみたいな。そう。うん。でもそういう子たちはね、ちょっと、人間の愛がちょっと足りてなかったってだけだから、ね、彼ら満たしてあげればすぐ上がっていくし、いつの間にか上がっていくからさ、うん、そんなに、私にとっては、プラスもマイナスもないし。そう、まあね、なんだろう、寝てるときに、なんか重さを感じる子がいるわけよ。私が猫、本当の猫、本物の生きてる猫を飼ってたときもさ、ミヤコっていう、岩手県のミヤコ市から連れてきた猫で、ミヤコっていう名前だったんだけど、そう、ミヤコもね、よくさ、私が寝てるときにさ、起こそうとして私の上をさ、歩いたりさ、私のさ、顔にね、お尻をつけて、息できなくさせたりとかね、まあ、なかなかね、いたずらっ子だったんだけど、まあ、そんなね、感じのね、いたずらっ子の猫たちがいた頃もあったけど、今は、部屋の中に、ものすごく霊的なものが、いつもいるなんてことはなく、そう、うん。虫の知らせみたいなのが、まあ、チラッとあったりとか、チラッとっていうか、まあ、そう、まあ、亡くなられたってことはないと思うんだけど、なんか、私はほら、基本的にはさ、電話も契約しないし、うん、LINE も使ってないし、そう、普通一般の日本人が使うような、連絡手段は誰にも教えてない。そう、まあ、インスタとフェイスブックを、つながりがある人はね、まあ、インスタとかフェイスブックで声かけてくるときはあるけど、まあ、基本的にはさ、毎日見てるわけじゃないから、まあ、しばらく経ってから、ああ、なんか来てる、みたいな感じなの。
だから、私の友達には、私に連絡つけたいと思ったら、もうテレパシーしかないよっていつも言ってて、そう、会いたいと思ってればなんとかなるよ。感じで生きてるわけ、ここ数年。だから私自身も会いたいと思う人は会いたいと思ってるし、そう、まあ、今会えてないってことは、ちょっとタイミングじゃないってだけで、ほっとけば、会いたいって思い続けてれば、いつかばったり会うだろうなっていうふうに、ぐらいな感じで思ってるから、そう、まあ、そんな生活をしてるんだけど、今日はね、この子がさ、この子は、あんまりさ、なんかそういう霊的なもので、自己主張すると本当なかったんだよね。だから、まあ、もしかしてね、雨降ってるし、そう、まあ、私がね、なんかあったらね、そう、あったらまあね、職場の人も困るからさ、とりあえず今日は、いつも以上にね、結構気を使って歩いてる。そう、まあ、霊的なものが、まあ、いるかいないかって話は、まあ、ほっといて、まあ、そのチャンネル、そう、チャンネルに関しては、まあ、見れないって人は、見えなくていいんじゃない？そう、気づかない人は気づかなくていいわけよ。見たいってことなれば、まあ見るための修行とかって多分いろいろあると思うんだよね。そう、まあそういう修行とか、まあスピリチュアル系のね、修行とかもあって、そう、まあそういう見るための訓練とか、お話する訓練とかあると思うんだけど、まあ基本的にはさ、そんなの知らなくても、全然生活に支障があるわけでもないし、まあ、ないことはないかもしれないけど、まあ、かえって煩わしくないっていうのも、あるかもね。私はさ、小さい頃からあったわけじゃなくて、20代過ぎてから、なんか見えるみたいな。なんか感じるみたいな。そう。ぐらいな感じで、まあ、そう。ものすごくガンガン見えたっていうような時期はないけど、なんか相性が合うと。相性が合うと、まあ、出てくるわけよ。そう、まあ、迷惑な方もいらっしゃれば、どうしちゃったのこの人みたいな人もいれば、そう、ただね、私ね、あんまり生き量とかの影響はあるけど、生き量が見えたりとかはないみたいね。そう、まあ、それでね、まあ、チャンネル合わせなんだけど、まあ、チャンネル、まあ、そういうさ、霊的なものを、見たことないから信じれないって人は、なんて言うんだろうね。見たくないからそう言ってるのか、怖いから言ってるのか、信じたくないのか、まあちょっとよくわからないけど、まあ生まれたばっかりの赤ちゃんが、生まれたばっかりの赤ちゃんが、まあ今は誰でもさ、まあ病院だよね。病院で出産するじゃん。まあ、田舎行くと自宅で出産っていうパターンもまだあるかもしれないけど、まあ基本的には、どんな田舎でも多分病院だろうな。そう、日本はね。で、まあ、生まれたばっかりの赤ちゃんが、まだね、お母さんと看護師さんと病院の中しか知らなかったのに、突然外出ましたって言ったらさ、まあ見るものさ、すべて不思議なもんばっかりだ。そう、あれみたいな感覚だよ。そう、自分の体の中に、自分の枠の中にいるだけでは、まあ、絶対に、見えないものを、なんかのきっかけで、外に飛び出すチャンネルを見つけてしまったら、そう、自分が感じなかったものを感じれるようになった、みたいな。だから、まあ、誰でもさ、チャンネルがあってしまえば、合わせられれば、いろんなものをもっと感じれるさ。感じれるし、見ることもできるだろうし、感じることもできる。そう、それは、多分特別な能力じゃなくて、本当チャンネルの合わせ方を知ってるかどうかだと思うな。
だから、なんだろう、私はさ、すごい霊感強いわけじゃないから、自分でチャンネルをそんなにコントロールできないんだけど、そう、周りには、ちょっともうスピリチュアルを通り過ぎて、この人何者みたいな人って結構いるわけよ。なぜか。まあそんな話、そういう人たちの話を聞いてると、まあオンオフが、オンオフ、その、チャンネルのオンオフさえできれば、別に、なんもないよ。なんとってことないよ、みたいな感じなの。さあ、まあね、そう、ほんとさ、ほんとにここちょっと嫌な空気とか、嫌な感じがするとか、そういうところはね、そういうところは、まあ、霊感強い人はさ、まあ、いろいろ刺激があるだろうけど、まあ、普通の生活、霊感がなくて生活する分には、いや、ちょっとここ感じ悪いわ、とか、それくらいに関して危機回避できれば、あとはまあ、余計なことしない。そう、本当に怖いところに、知らないふりして、近づいちゃったりしなければ、まあ、大きな問題なんかないんじゃないかな。うん。そう、まあ、そんなわけでね、今日は、この子ね、まだ名前もつけてないのに、2年も一緒にいるのに、そう、名前もつけてないけど、今日は連れてきたんだ。今ちょうど橋の上だけど、もしかしたらね、風に煽られて、傘が飛んだ時に、一緒に落ちちゃったみたいなこともあるかもしれないしさ。まあ、私の体重からして、風が吹いたぐらいでさ、このね、1メートルぐらいの柵を飛び越えるほど、うん。そう、まあ何があるかわかんないからね。そう。なんかほんとね、コロッと落ちてきた時に、なんか今日あるなって思ったの。そう。ね、なんかあるなと思って、で、その子に、花と花のね、キスしたの。うん、ありがとうって。そう、そうした時に、なんか、連れて行ってって言ってる気がして、今日は、連れてきたんだ。多分ね、職場の人が見たら、どうしたみたいな。なんかあったみたいな。え、どうしたのこの子みたいな感じで言われちゃうかもしれないけど。まあね、この子がね、来たばっかりの頃は、結構カバンに入れて、連れて歩いてたんだけど、そう、なんかね、だんだん飽きてくるわけよ。そう。で、だんだん、カバンの中から出て、まあ、そこら辺に転がってるみたいなのが長かったんだけどさ。そう。最近パソコンをね、ずっとタッチ机にしてから、まあ、鏡台の横にあるんだけど、鏡台の上のところにちょこっと、いつも座らせたんだよね。風もないのにさ、割合と強い風の吹きのでも落ちることないのに、風もないのにさ、私の目の前でコロッと落ちるんだもん。そりゃさ、あれって思っちゃうよ。うわ。今ね、アルトワークスの、多分結構古いアルトワークスだと思うんだけど、まあ、ガチで飛ばしてたね。まあ、この時間、橋の上なんか、一直線でね、全然、そう、まあ、飛ばせるか。でも、そんなに長くないから、この橋長くないから、まあ、よっぽどいい、加速はいいやつでも、ね、多分、180は出ないだろうな。そう、まあ、出て150ぐらいじゃねえかな、この直線だったら。うん。今のアルトは多分、うん、そう、100ちょっとぐらいだと思うな。そう。もうね、今私が立ってるところから、アルトが向かった方の信号を、に向かうんだったら、まあ、よろっとね、アクセル離して、ブレーキペダルの足を乗っけようかな、みたいな感じだから、まあ多分100キロぐらいしか出てないと思うんだけど、うん。でもね、ちっちゃいさ、ボディに、なんか、シューンってくると、ほいにょー、すっごい速く感じるよね。うん、昔アルトワークスね、乗ってみたかったんだよな。そう、でも私はね、アルトワークス一回も乗らなかったな。私はね、アルトワークスよりビビオが好きだったの。うん。ほら、WRC に出た、サファリに出たタイプのビビオがすごい好きで、そう、同じビビオばっかり、
2台、3台ぐらい乗りすぎたかな。そう、うん。私、体がちっちゃいから、そう、大きい車があんまり好きじゃなくて、体が小さい人って割合と大きい車乗りたがるじゃん。そう。でも私、体大きいからさ、なんかちっちゃい車の方が好きなんだよね。だからね、そう、まあ、排気量もそう、まあ、1800って言ったら私はちょっとね、なんかもうなんか1800、2000って言ったら、ちょっと私の技術的にはもう持て余すって感じかな。排気量だけだったらね、そう、ねえ、そう、まあ、さすがにさ、初代の86ぐらいのパワーだと、初代のね、初期の86ぐらいの、ノーマルの86のパワーぐらいだと、ちょっと物足りないかなって、まあ思うよ、正直私もね。でも、そう、まあ、今の現行の86ぐらいのパワーだと、ちょっともう持て余すかな、もかもしんないな。まあ今、現行の86、私は、あまり乗ったことないからさ、わからんけど。そう。SW のさ、MR2 の SW の後期型とかは、ちょっとね、もう私ね、ちょっとパワーがちょっとありすぎて持て余すかなっていう印象だったんでね。そう、車体も大きいし。そう、初代の AW の11は、なんか、もうね、私の技量では、そう、結構カッツカツにね、そう、ジムカーのように、カッチカチにさ、作り込まれた車だを運転させてもらったんだけど、そう、あ、ジムカーなんじゃねえや、ラリー用にさ、カッチカチに作り込まれた、結構安定志向の、AW-115、ちょっと運転させてもらったのよ。ちょっとだ、結構ね、まともに、そう、数日借りて、ガンガン走ったんだけど、まあ、AW の11は、まあ、私の技量では、無理ね。そう、憧れたけどね、街乗りは平気だよ。街乗りはどうってことないけど、そう、まあ、ガチに、山道飛ばそうと思ったら、AW の11は、私の技量じゃ無理。そう。あとね、オートダムの AZ1 も無理ね。あれもちょっとね、私の技量では無理。そう。私は過去乗った車の中で、まあ、排気量がでかいやつ、もう、まあ、そう。まあ、乗れるっちゃ乗れるけど、好きじゃない。なんか、パワーを持て余してるような感じが嫌なんだよね。そう。で、まあ、AZ1 は、ほんと、知ってる人は知ってるけど、ほんとさ、ミニスポーツカーみたいな感じでさ、AW の11と似てるよね。なんか雰囲気が。うん。そう。ほんと、何なのみたいな感じの、ほんとスパルタな車でさ、うん。AW の11と、オートダムの AZ1 は、まあ、私が過去に乗った車の中で一番、いやもうほんと心から、無理です、と。私の技量では乗りこなせませんと、ほんと心から脱帽したくなった車だったね。うん。逆にさ、スカイラインの GTR とかは、それに比べるとそんなにじゃじゃ馬って感じではしないんだよ。そう。うん、私はね、あんまりね、3-2を乗ったことないんだけど、まあ、3-3とか3-4は、結構どっしりしてて、そう、安定感もあり、全然スピード出ても全然怖くない。そう、感じなんだけど、AW とか、オートダムは、AZ とスピードが出れば出るほど怖い。もう、明らかに自分のスペックでは、もう、操りきれないっていうのを、ほんと心から感じるぐらいの、こう、力量感を感じたよね、車に対して。うん。まあ、なんで急に車の話になったんだっけ。そうだ、AZ1 が通り過ぎたから。そう。まあ、それで、まあ、霊的な話に戻るんだけど、まあ、どこの話したかも覚えてないけど。まあね、なんだ、
チャンネルが合わせられない、合わない人は別に気にすることはないと思います。でもどうしても見てみたいとか、知らないものを知ってみたいっていう好奇心がある人は、まあね、今、いろんな情報出てますから、そう、情報出てますから、まあ多分そういうね、訓練とか修行をつけてくれるところもあるでしょう。そう、うん。ただね、私ね、まあ、感性の問題もあると思って、なんだろう、何もしなくても、まあ地球上にはいろんなエネルギーが渦巻いてるわけじゃん。地球もそうだし、人もそうだし。そう。そういう目に見えないものを、ふっと感じれる、感性がないと、なかなか、そういうものをキャッチできるっていうのは、まあ、訓練しても難しいんじゃないかな、なんて思ってはいる。そう。ただ、それって、まあ、誰でもそうで、誰でも思ってるもんだと思うからね。うん。そう。例えば、そう。そうね、雨が降った日の、雨が、今上がったんだけど、雨が上がった日の、林とか見てると、地面から、木のエネルギーっていうか、大地のエネルギーが降ってね、上がってくるような感じがするんだよ。そう、うん。草とか木が、うわって伸びようとするエネルギーをすごく感じるんだよ。そう。逆にね、そう、まあ私はさ、平気なんだけどさ、動物の、もう、パック、スーパーで売ってるパックを見ると、なんか動物のさ、鳴き声が聞こえるなっていう人もいるよね。そうなんしさ、ねえ、そう、いつだったか私、屠殺場のさ、面接行ったって話をしたような気がするんだけど、まあね、本当にさ、もう殺されるって分かってるんだよね。豚ちゃんたちもさ、牛ちゃんたちも。そう。だからもう必死でさ、泣くんだよ。助けて、助けてって。まあ、それをね、この声を聞いてると、まあね、そう、切なくなるけど、まあだからってね、お肉、美味しいでしょまあね、どうなんだろうね。いろんな考え方あると思うけど、私はね、もうパックで、パックになってもうさ、形もな、わかんないじゃん。お日本のお肉って。うん。海外のさ、まあ、イメージだよ、イメージだよ。私が知ってるのはさ、せいぜいベトナムとかさ、ベトナムとか香港ぐらいなもんで、あとネパールとかぐらいなもんで、まあ、あっちこっちはよくわからないけど、でも、海外ってさ、今でもさ、結構、豚丸ごとさ、吊るしあったりとかさ、するわけよ。そう、鳥居さん丸ごと吊るしてあったりとかさ、まあ、日本では多分丸ごと吊るしあっても丸ごと買う人いないからさ、そういうことしないと思うんだけど、まあ、豚さんも牛さんもさ、動いて、足を使って動いて、感情があった動物だってことを、そう、パックだけじゃわからない。パックだけではわからないわけだ。だから、そう、パックとさ、豚肉細切れ何グラムだけじゃわかんないわけだ。そう、だからもうちょっと、豚さんも、牛さんも、鳥さんも、まあ動物たちは生きてて、生きてたものを食べてるんだよっていうことがわかるような仕組みがあってもいい気がするよね。そう、まあ多分パッケージにさ、豚ちゃんの顔が乗ってるとかさ。そう、うん。それはね、まあ確かに食べづらいかもしんないけど、まあそれくらいのことがあってもいいんじゃないかな。そう。まあ生きてるものをね、殺して食べてるわけだからさ。うん、まあそういうところちょっとね、日本はちょっと近代化しすぎてるかもね。そう。うん、古き良きもので、まあ残しておいたらいいんじゃないかなって思うのは、私そういうもんだな。そう。うん。逆にさ、屠殺場とかさ、今は、面接でも行かない限り見学もできないだろうしさ。
そう。まあね、虫料理が流行ってるっていうかさ、虫はね、まあ生きてるままの方が当然美味しいわけでさ。まあ虫をカラッと揚げて食べるなんていうのはまあいい食育かもしんないよね。正直ね。そう。そう。死んだ虫をさ、食べるんだったらやっぱり生きてる虫の方が美味しいさ。もちろんさ、まあ豚もさ、魚もそうだと思うけど、動物も魚もそうだと思うけど、まあね、美味しく食べられる時期ってやっぱあるからさ、何でもかんでも新鮮が一番じゃないしね。そう、まあね、とかく日本人は新鮮が一番だと思いがちだけどさ。そう、私ね、ほんとびっくりしたんだけど、昔さ、居酒屋でバイトしてた時に、ステーキがあったの、メニューに。そのステーキは、そこのね、社長はね、独自ルートでさ、まあ、こっていい肉を買ってたんだけど、なんつうんだろうね、肉はほんと腐る寸前がうまいんだとか言ってね、言っててね、結構ね、じっくり熟成したお肉を出してた。そう。まあね、牛さんは、牛さんとかは、確かに熟成肉美味しいけどさ、鳥さんはさ、ちょっと熟成肉はね、なんか逆に臭いんだよね。そう。だから焼き鳥とかさ、刺しっぱなしで、ちょっとね、ぬるっとしたのかとかね、あれね、お酒で洗うとさ、ぬめりがなくなるんだけど、そのね、鶏肉が美味しかったらそんなことないんだよな。そう。だからまあ、お肉もさ、お魚もそうだけど、まあ、新鮮が一番じゃなくて、新鮮じゃなく、ものによってね、本当に美味しい時期があるっていうことは、まあ、その時知ったよね。ほんとさ、これ腐ってるんじゃないですかみたいな。そう、周りがね、もうちょっと変色してきて。そう、でも、綺麗、中は全然綺麗なんだよ。周り変色してきて、これ大丈夫ですかちょっと臭い気しますよ。臭いですよとか言っても、お前食ってみろとか言って、ね、食ってみて、うわ、うんまみたいな。そう、そんなのをね、経験したね。私はさ、ネパールでもね、前もお話したかもしれないけど、自分でヤギ殺して食べるとかね、鳥を殺して食べるとか、まあ、結構ね、生き物を殺して食べてるからさ、そう、スーパーでね、お肉見たって、そう、泣きはしないけど、泣きはしないし、泣き声も聞こえないけどさ、そう、まあ、これは生きてたんだな、ぐらいはわかるよ。そう、でもそういうのを実際に経験したことない。そう、ほんと温かいものを殺すっていう経験がない人にとってみれば、まあね、本当未知のものに感じちゃうけどね。そう、それは本当なんか、かわいそう。動物たちもかわいそうだけど、それを知らないで食べてる人たちもかわいそうかなって。頭で分かっててもさ、実際見たことない人なんか今多いんじゃない？私の多分、お父さんお母さんたち、70代の人たちも自分で間近で殺して食べたことある経験なんかある人なんかいないんじゃないかな。そう。まあね、お肉もね、殺したマイヤーが美味しいわけでもないからさ。そう、まあそんなわけでね、無事に今日も何もなく、出勤することができました。まあ後ろに積んでるぬいぐるみは、まあよろっと名前をつけてあげなきゃいけないなと思ってはいるんだけど、なんかパッと思いつくのもなくてさ、今ね、ふしっとよぎったのがアルフォンスだったんだけど、アルフォンスはほら、パトレーバーの泉ノアが乗ってたイングラムの愛称よね。アルフォンス。アルフォンス2号だっけ。1号はノアが飼ってたワンちゃんだったみたいね。で、2号がイングラムみたい。まあいい。アルフォンスはちょっとかっこよすぎるよな。なんかもうちょっと普通のなんか名前をなんか考えついたら、そう、ちょっとその名前で呼ぼうかな。そんなわけで今日はね、雨も晴れて無事に職場に着くことができました。何もなく、私は何もなく着いたけど、まあね、多分みんな何もなく無事に仕事に来るでしょう。そんなわけで、今日は、心霊というか、
ちょっとオカルトじゃないな。見えないものを見るっていうお話を中心にしてきましたが、まあ、途中に車の話を挟み、最後には、なんだろう。まあ結構ざっくばらんに話しましたが、また、明日が今週最終日なので、また明日何がどうなるかわかりませんが、楽しみにお待ちください。まあ、コネでした。バイバイ。今日はちょっと早めに着いたから、まあ、それだけでもよかったよね。